地震防災チェック。大規模な災害が発生し、多くの人が長期間の避難生活を余儀なくされるとき、その支えとして期待されているのが DWAT のメンバーです。災害避難所での福祉職が集まった要援護者といいますか、高齢者とか障害者とか子どもさんとかの配慮が必要な人たちへの支援を行っているチームになります。 DWAT はこれまでにも西日本豪雨や熱海の土石流災害、今年の能登半島地震などにも派遣され活躍しています。県内の DWAT 登録メンバーは現在302人、さらにメンバーを増やそうと先日静岡市で研修会が開催されました。この日まず行ったのは訓練カードゲームハグを使った避難所運営訓練。避難者を年齢や性別、体の特徴などをもとに避難所でどのように配置するか考えます。また次々と起きる課題をチームで話し合いました。今回こういう研修をすることで実際の考え方であったり少しずつイメージが湧いてきたように思います。続いては移送支援具を使った実技訓練。移送具にも1人や2人で運ぶもの、数人で運ぶものがあり、また材質も布製や紙製、特殊繊維など様々です。思ったよりもでも1人でも楽に運べたので、ちょっと使えるかなと、うちの施設でも欲しいかなと思いました。不安だと思うので声かけが一番、動き出しとか動くとき声かけるのが必要かなと思いました。前に立って車椅子を動かすっていう行為自体が初めてなので、はい、まあ難しいというよりも、まあ、ここで学べてよかったなと思います。 DWAT の最大 の使命としまして、災害関連死を防ぐということを掲げております。実際に直接的な被害に遭われたっていう方だけでなくて、避難所生活が長引くことで身体機能の低下ですとか精神的ストレスによって体調悪くされたり、持病が悪くなってしまったり、あとはエコノミー症候群になられたりとか、そういったことをきっかけに亡くなられるという方もいらっしゃいましたので、そういったことを一人でも命を救うということを目的に活動しております。県社会福祉協議会ではこれからも大規模災害に備えて DWAT 登録員の養成に取り組んでいきたいと話しています。